青コーナー186センチ、106.4キログラム、K-1 グランプリ97第3位、フランシスコ・ピーオ。第2章を紡げるか、不敗伝説フランシスコ・フィリオ。赤コーナー195センチ、91.6キログラム、 K-1 グランプリ97王者、アーネスト・ホーストー。2戦続けて怪物退治か、アーネスト・ホースト。さあ、谷川さん、はい、あの時の試合、今でも思い出しますが、もう K-1 の中では、もうなんか珍しい名勝負というかですね、ああいう形の名勝負っていうのはないんですよね、普通はですね、本当にあの K-1 というのは KO が楽しみだっていう人いるんですけど、あの試合は本当に究極の間合い戦というか、なんかお互いにあの刃を持ってですね、踏み込んだら叩き切るぞっていうような緊張感あふれるような試合でしたからね。今日どうなるかですね。どうなるんですかね。はい、ただフィリオ選手、はい、あのグランプリでベルナルドに初めてあのノックアウト負けしてですね。ノックアウト負けでした。はい、でその辺でどういうふうに這い上がるか、これから本当に K-1 の中でですね、フィリオのドラマっていうのは楽しみですね。フィリオのリベンジマッチ。アーネスト・ホーストは果たしてどんな形でフィリオを迎え撃つのか。K-1 リベンジメインイベント、アーネスト・ホースト対フランシスコ・フィリオの因縁マッチが始まります。まあ、本当フィリオ選手に頑張ってもらいたいんですが、あのホースト選手もやっぱり気になるのはですね、あのグランプリの時体調を崩してですね、昨年、あの不本意な1回戦で棄権のような形で、決勝トーナメントの最初の試合、いわゆる K-1 グランプリの2回戦という形になりますが、はい、いわゆる体調不良、ちょっと、アレルギー性の発疹が出ましてね、体重が 89.4キロ、10キロ下がっちゃったんですよね。そこからどのぐらいまで戻ってるか、体重は2キロぐらいしか戻ってないんですよ。ね、91.6キロまでしか戻りませんでした。はい、2キロしか減しませんでした。アーネスト・ホースト、体調自体本人は 90% かなという話をしていますが、しかしフィリオに対しては前回の戦いである程度谷川さん見切ったという話、そういう自信も持ってますけどね。今回の試合は比較的両者とも、志願上前出てますね。特にホースト右ストレート、でもフィリオいいですね。フィリオ動きいいですよ。やっぱり一発で倒せるパンチ持ってますよ ね。こういう形になると一茂さん、はい、フィリオのこのカウンターが効いてきますね。そうですよね。だいぶ構えも変わったような気がするんですけどね。グローブがだいぶ顔に近づいて、昔の空手構えとは違う感じだったんですが、ボクサーに近づいてきた気がします。前回戦った時はまさに空手スタイル。そうですね、右手をですね、頬の方につけて左手伸ばしてたんですよね。これですね。フランシスコ・フィリオ、このシーン、まあ、見てみましょう。これですね、右ストレートでもうこの辺りで効いてる、もうこれで意識はない、ホーストはないんです、でもその間に3発入ってます。これ危ないですね、倒れ方、本当に非常に完全に白目向いてますもんね。本当に危ない倒れ方ですよね。いや、この倒れ方は危ない。だけどフィリオっていうと本当に一撃って感じですけど、連打が出るようになりましたね。あ、完全テンプル入ってますね。もう、いや、これは恐ろしいノックアウトシーンです。白目、今モーリス・スミスが上に上がってるんで思い出したんですが、スミスがノックアウトされたシーンを、ホーストね、このホーストに倒されたシーンを思い出しましたね。いや、だけどフィリオにあんなにテンプル叩かれたらもう、もう頭から崩れ落ちています。大丈夫でしょうか、ホースト。いやー、これは一茂さん、すごかったですね。またね、一撃シーンはっていうのがね、開幕
戦と同時に生まれた気がしますね。今年第2章始まりますね。フリオね、よかった、おめでとうフリオ。いや本当、石井監督は実は最初の挨拶でフリオの復活皆さん見たいと思いませんかというふうにこの前の監修におっしゃいました、一番見たかったですからね。ファンも期待してたでしょうね、このフリオの復活。